韓国空軍が訓練中の戦闘機 F-35A の事故の原因について発表したよ。何か隠しているような言い訳のような疑問の残る原因だな。そもそも、戦闘機 F-35A の定期的なメンテナンスは言っていたのかな。アジアの整備拠点である日本での整備を拒否して、なぜ経費をかけてまでわざわざ遠いオーストラリアまで持っていくのか、今後、事故機を修理するのか、気になるところだな。うんうん。さて今回はこの戦闘機 F-35A の事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年3月3日、韓国空軍によると、1月4日に発生した訓練中の最新鋭ステルス戦闘機 F-2 が、中西南道の蘇山基地に胴体着陸した事故について調査の結果、バードストライクが原因であったと発表したよ。訓練飛行中であった F-35A はチョンジュ基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突したみたい。エアインテークから吸い込まれた和紙はウェポンベイ機体内部装積材室との間にある機体の遮断壁まで突き破り戦闘機内部まで取り込まれ、電子系統の異常により着陸装置ランディングギアが作動せず胴体着陸したことがわかったよ。ウェポンベイ機体内部装積材室内部に着陸装置ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線があり、和紙と衝突したことにより、それらが損傷しランディングギアが作動せず車輪が出なかったとしているね。また、韓国空軍によると調査の結果、バードストライクにより破損した箇所以外で戦闘機の欠陥や不備、パイロットの操縦による過失は見つかっていないと説明しており飛行再開にあたり、パイロットや整備士に対し注意喚起と教育に努めるとしているらしい。F-35A のメーカーであるアメリカのロッキード・マーティン社などと共同で正確な事故原因を調査し、機体内部装積材室に衝撃が加わった際の衝撃を最小限に抑えランディングギアの正常作動、補助作動システムが独立する構築案を協議する計画みたいだな。韓国空軍関係者によるバードストライクに関する衝撃の大きさだけど、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだったと説明しているよ。しかし、F-35 戦闘機自体が何かに衝突した場合、もちろん搭載燃料などの質量が関係するけど、今回の場合は 10kg の鳥類が時速 900km で衝突したと説明するのが望ましいのではないかとの指摘があるね。朝鮮日報によると F-35 の時速は 900km とのこと。この事故については同じ内容の記事が多く報じられているが、日本のインターネット上においては不自然な点が多く信憑性に欠けるとの声もあるぜ。F-35A 戦闘機は、エアインテーク空気の出入り口の後ろに、ウェポンベイ機体内部装積材室が存在しその後ろに着陸装置ランディングギアがあり、本当に 10kg の和紙が時速 900km で衝突したのなら、大きな衝撃で機体が損傷することはあってもウェポンベイのさらに後ろの外側にあるランディングギアが作動不良になるものか考えにくいってわけだ。時速 900km もの速度で衝突した和紙の重量が 10kg であったなどどのような状況でその判断ができたんだろうな。本当に和紙がいたのならおそらく鳥の姿は確認できないほどバラバラだったと思うぜ。事故当日、訓練飛行中であった F-35A 戦闘機は清洲基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突した。との発表から、この内容に誤りがなければ、ウェポンベイ機体内部装積材室には射撃訓練用のミサイルが積み込まれていたんじゃないかな。和紙はこのミサイルを越えてさらに後ろのランディングギアまで到達したことになるね。仮に、取り込まれた和紙が後方のランディングギアまで到達し、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、主翼下の格納庫も開かなかったと思われるけどな。その上、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、
手前のウェポンベイの開閉も不可能で、ミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるぜ。まさか、パイロットの命を尊重する軍隊においてミサイルを抱えたまま胴体着陸をするわけがないよね。ミサイルを抱えていたことはどこも報じていないことからするとミサイルは収納していなかったのかな。また、ミサイルを収納していたとしてウェポンベイ内のミサイルを廃棄できないのであれば、危険回避のために機体を海中に落とし、パイロットには緊急脱出を指示するはずだが、なぜ危険な胴体着陸したのかも疑問だぜ。中央日報の記事によると事故当日、F-35A 戦闘機を操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた。計器板を点検すると操縦桿とエンジンだけが正常で他は全て作動しておらず、通信も途絶えた。と報じているよ。F-35A は搭載された全てのセンサーの情報がひとまとめに処理されており、戦闘機の電子系統が作動していなかったのならもちろん、ウェポンベイの開閉扉やランディングギアも作動しなかったんだろうね。今回の F-35A 戦闘機は、3つあるランディングギアの3つ全てが作動しなかったようで、このような状態での滑走路への胴体着陸は、とても危険だぜ。胴体着陸は場合によっては転覆したり傾いたりして、激しく損傷したり火災が起こり、操縦士が死亡する危険もあるが、この事故での操縦士は負傷することなく歩いて出てきたというし、操縦桿とエンジンだけが正常だった状況で不幸中の幸いだったのかもな。着陸時の火災に備えて空中で燃料を空にしなければならないけど、そのことについても報じられていないからどのような状況であったかはわからないよね。ペ少将は後方装置が作動していない状況の中で、F-35A 戦闘機が内陸部に墜落するのを防ぐために溶岩で海岸線を見ながら飛行したとしているんだけど、なぜこの時点で緊急脱出しなかったのかな。一部ではペ少将は機体を放棄して非常脱出するべきであったとの声もあるな。機体にバードストライクの跡があったようだが、事故発生から2ヶ月も経ってからのバードストライクとは疑わしいとしか思えないぜ。そもそも事故当初、操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた、とあったけど何の音だったかについては報じられていないんだよね。これこそがワシが衝突した瞬間の音だったのかな？事故原因についてはいろんな意見があるけど、事故機が定期的なメンテナンスを行っていたのか、また今後、どこで修理をするのか気になるところだね。今、最新鋭戦闘機 F-35 が世界各国で運用されるようになり、それに伴って多数の製造拠点が必要となっているぜ。現在設置されているのはアメリカのメーカーであるロッキード・マーティン社のフォートワース工場以外では日本とイタリアの2カ国のみだな。日本は名古屋にある三菱重工業の F-35 最終組み立て検査施設 FACO がありアジア太平洋地域の国際整備拠点 MRO&U だぜ。F-35 ライトニングは一定の時間飛行したら機体を分解、整備するメンテナンスを受けなければいけないからね。このメンテナンスを行うために設置されてのが国際整備拠点 MRO&U ってわけ。そのステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなど、触ることが許されており、メンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を行えるのがメーカーであるロッキード・マーティン社と国際整備拠点 MRO&U のみなんだ。MRO&U メインテナンスリペアオーバーホール&アップグレードはアメリカ本国の他にはイタリア、日本、オーストラリアに設置されているぜ。韓国は日本を敵国とでも感じているのか。アジアで運用されている F-35 戦闘機の整備拠点が日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所、小牧南工場なのにもかかわらず日本においての整備を拒んでいるらしい。したがって、韓国空軍が運用しているの F-35 戦闘機のメンテナンスを高い経費をかけてはるばる遠いオーストラリアで行っているらしいが、どれくらいのサイクルでメンテナンスを行っているのかは不明だな。今回の F-35A 事故機についてはマーカーであるロッキード・マーティン社と事故原因を調査し、修理するかどうかを決めるのだろうけど、言うまでもなくオーストラリアでの修理になるんじゃないかな。韓国空軍によるとパイロットに怪我はなく、機体にも大きな損傷はないとしているよ。しかし、胴体着陸をしているんだから胴体下部は大きく損傷していると思われ、
大規模の修理費用が発生するだろうから経費の面から、1機およそ97億円の戦闘機が部品取り用になるかもしれないとの声も聞かれるな。F-35 戦闘機は一定の飛行時間をオーバーするとメンテナンスやエンジンのオーバーホールが必要な機種であり、メンテナンス費用の節約による整備不良での事故は絶対に避けなければならないんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。